このメダルの重みっていうのはそういう人たちの思いとかも入っていると僕は感じているので生涯忘れることがない金メダル2つになるかなと思います。 今大会での獲得したメダルっていうのは、うん、やはりそのリオ大会で敗れてから、えー、金メダル獲得するパラリンピックのタイトルを取ると決めて、えー、突き進んできてそして獲得できたっていうところで僕の競技人生においてすごい重要なメダルあの大会になりました。で何よりも やはりこのコロナ禍という特殊な条件下で大会を開催してくださった組織委員会はじめそしてサポートしてくださっているボランティアの皆さん、えー、普段から応援してくださっているいろんな人たちに支えられてこの舞台に立つことができて最高のパフォーマンスを発揮することができたということで、まあ、このメダルの重みっていうのはそういう人たちの思いとかも入って いると僕は感じているので、生涯忘れることがない金メダル2つになるかなと思います今大会はあの、本当にまあコロナの中で、やっぱりたくさんの犠牲を払い、その中でまあご尽力したあの医療従事者の方々で、大会関係者の方々の、 おかげで、まあ、開催してていいただいただと思っておりますその中でこのメダルを獲得できたことは本当に嬉しいことですしトラック種目で初めてのメダル獲得になりますでそこは、まあ、ある意味私にとってはまた一つのスタートラインにもなっていくと思いますので、はい、それをやっぱりしっかり、まあ、思いを持って。 重、はい、みを受け止めていきたいと思います。